皆さんこんにちは。38歳 YouTuber 水野優香です。今日はちょこちょこブログとかインスタとかでもリクエストというか聞かれることが多いんで、心構え、女性の心構えとしてアラサーの方に向けて、30過ぎたらやめとこうって思うことを5箇条紹介していきたいと思います。では水野優香チャンネルが始まるよったら始まるよ。見てくれてる人は知ってると思いますけれども、今結婚8年目で子供が1人いて2歳の娘がいます。でやっぱり女の30代って結婚とか出産とかキャリアとか一番こういろんなところで悩む時期だと思うんですよね。でその時期のことをちょっと思い出して、皆さんの人生のヒントになったらいいなと思って、今回はそういう動画を作ってみようと思ってチャレンジしてみました。じゃあ5つどんどん発表していきたいと思います。その1、メイクを落とさずに寝ること。もうこれだけは絶対にやっちゃいけません。もう次の日の乾燥もすごいし、 2,3 日もう肌の調子が悪くて化粧のりも悪いし、もうそれが蓄積されて最悪なことになっていきます。なので絶対にメイクは落として寝ましょう。プラススキンケアもしてから寝てください。スキンケアに少しずつ時間とお金を割いてってください。老化していくのがもう30からどん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 変わっていきます。まあ、実際25ぐらいからちょっとずつ変わってくるんですけれども、やっぱ20歳の子と25の子って全然肌が違うと思うんですけれども、30になった瞬間やっぱりまたこの1段階肌が大人になって衰えやすくなります。パッケージはできるだけ若くと思って頑張ってましたけど、スキンケアっていいものを使えばいいってわけじゃないんですよ。高いものを使えばいいってわけじゃないんですけど、化粧水、乳液、美容液、アイクリームもいっぱいいっぱいあるんですけど、でコスメもいっぱいあるし、やっぱね、プチプラもあれば、デパコスもあって、海外コスメもあって、もう何からやったらいいか分かんないってなると思うんですけれども、最低限のスキンケア、もう化粧水、乳液、あとやっぱ30超えたら、クリームとかオイルとか、ちょっとずつ、プラスワンしてってください。やっぱり20代の時のスキンケアでは追いつきません。で、あと、コンタクトは絶対外してください。では、第2条。できるだけ徹夜はしない。そして徹夜の後の深夜の食事と明け方のラーメンやめてください。痩せにくくなる。もうこれは代謝がどんどんできなくなってきて全然痩せなくなります。寝る前のご飯とかも最悪ですね。こうみんなで飲んだ後の朝方のラーメンとかすっごい美味しかったと思うんですけど、それをやるとブクブク太ります。しかもむくむし、もう本当に体型が崩れる原因だと思います。なのでそれはやらないでください。第3条。ノーチーク、ノーリップはダメ。若い頃は、ベージュ系のリップも似合ったし、今ってちょっと、チークを塗らない真っ白の肌とかすごい流行ってると思うんですけれども、赤みをつけたいところに色味がついてないと、30代からはすっごく老けて見えます。なので、チークとかリップは、しっかりできるだけこまめに、まあ、チークはこまめにじゃなくていいんですけど、で、リップはもうほんと気づいた時に直してください。やっぱり唇に色がないと一気に疲れてるかもっていうお疲れ顔になりやすいです。私が最近って言っておすすめするとこれですね。こういうオペラのリップティントみたいに落ちないもの。丁寧にこう唇がいつも綺麗に色づいていると若々しさが保てるのでやってください。濃い色の、あのマットリップとか、ああいうのすごいトレンドで可愛いなって思うんですけれども、アラフォーだからかもしれないんですけど、アラフォーの私がやるともうただのイエスバブリーみたいになっちゃうんで、そういうのは私は避けてます。30代まあ前半いけるかなって感じがするんですけれども、意外とやっぱ大人っぽく見えてしまうので、マットすぎるものも気をつけましょう。流行ってるんですけどね。そして第4条、言葉遣いを綺麗にする。私もともとギャル出身で、ちょっとやっぱギャルっぽさ残っちゃってて、それが自分的に嫌なんですけれども、やっぱり口が汚い人っていうのは、大人になった時にとっても遭遇すると、はっって思っ
割れると思います。なんか年齢によって少しずつ少しずつ丁寧な言葉を喋れるようになるのが一番理想的かなと思ってて、すごい身なりが綺麗で爽やかだったとしても、言葉遣いがすごく汚いとなんかこうがっかり度がこうガクーってなるんで、言葉遣いが丁寧な人ってやっぱり素敵だなって最近すごく痛感してます。なのでもうちょっと私も綺麗にお話ししたいんですけど、こういう感じに仕上がっちゃってますよね。意識したいなと思います。アラサーぐらいの時って一番なんかこう、もう若くないしおばさんになっちゃうのかもっていう不安に駆られると思うんですよ。自虐的に私おばさんだからさとか、ババアだよとかいう会話とかよく聞くんですけど、なんとなくそういう風に言ってる人って、こうアラフォーになった時本当におばさん化してる人がすごく多いので、自分で発してる言霊みたいなのは自分に返ってくると思うんで、あまりそういうことを言わない方が基本的に美しい人のイメージでいられると思うんですね。なので言葉遣いはすっごくもう自分なりにでいいんで丁寧に話せるように気をつけたいし、あと切れやすかったりとか、なんていうのかな、面倒くさがったりだるがったりする、そういう態度とか空気を出すのもできるだけ30になったらやめたいなって思って、みんな生きていくのがいいのかなと思います。ママっていう風になると、今まで自分が出会ったことのないタイプの世界の人と一緒にいろんなことをしたりとかすることが増えるんですね。そうなった時に言葉遣いがちょっと悪いとか、そういうことだけで、あの人とは仲良くなりたくないなって思われるのってすごく損だと思うんですよ。まあ私は見た目もちょっと派手なのが好きなので、派手でも喋ったらいい人だったよって思ってもらえるように努力したいなって思います。そして第5条、これすっごく重要なので覚えておいてください。人と比べることから卒業しましょう。30になる前後、いろんなところでこの30っていうのがこう節目で、いろいろこう人生の選択に悩む時期だと思うんですね。なんですけれども、結局人と比べてもその人にはなれないし、すっごい仲いい友達だろうがなんだろうが一緒の人生は歩めないじゃないですか。あ、いいなとか羨ましいなとか、私の彼がこうだったらいいのにとか、そういうのっていろいろあると思うんですけれども、比べてることによって苦しめてる自分のことを、すっごい難しいと思うんですけど、自分は自分、人は人っていうことをちゃんとインストールしましょう。もう焦るとか羨ましがるとか妬むとかそういうのじゃなくって、自分で選んだ道で自分で選択していくことが絶対に大切です。人と比べずに自分なりに自分の人生設計を5年後10年後っていうのを考えて行動するのをおすすめします。私も結婚するまでに5年の交際歴があって、今の旦那さんからプロポーズされるまでね、比べちゃうっていうわけじゃないんですけど、27ぐらいで、25から27で一回みんながバババババって結婚してって、私本当に結婚できるのかなとかすごく悩んだこともあります。なんですけれど、5年交際期間を得て、しかもまた結婚してから5年子供ができなくて、35の時に妊娠して36で出産したんですけれども、何度もみんなに結婚しないのって言われた時もあるし、子供はって子供作んないのとかいろいろ聞かれたりもしたんですけれど、そのタイミングが自分に来なかったっていうことだったと思うんですよ、今思えばね。今だから普通にそう思うのかもしれないですけど、やっぱり長く助走した分今すごく幸せでいれるのはあの時があったからだなって思います。なのでそういう風に思えるように、やっぱり人に流されるんじゃなくて自分の気持ちで人生とかを決めていくのが一番いいと思います。今日はなんかちょっと普段しないアラフォーならではのアラサーの頃を振り返ってこう動画に一本してみようと思ってしてみたのですけれども、どうだったでしょうか。なんか口下手なんでうまく伝えられたかなって思ってるんですけど、なんかたまにはこういう思考の話とか考え方の話とか、ちょっとでも見てくれてるチャンネル読者さんが、あ、そういう考えもあるんだっていう風に思っていただけたらいいなと思ってます。なのでよかったよって思ってくれたら、チャンネル登録とグッドボタン、こちらをよろしくお願いします。そして
私のチャンネルのテーマは、カレーに負けず、カレーに生きるなので、やっぱり、これからアラフォー、アラフィフ、アラカンとどんどん人生続いていきますが、みんなで、綺麗に、楽しく、年を取っていけるように、頑張りましょうね。では、また次の動画でお会いしましょう。またねー。